ティーチャークーボー。さっきね、借金6000万ある方からですね、ちょっとご相談いただきまして、まあ、ここでね、2、30分限定の個別動画撮ってたんですけど、まあ今回手取り14万の人の思考とかにしましょうか。手取り14万の人の思考とか、まあ結局ね、久保さんが言う通り、まあいいこと言ったなと思うんですけど、その、まあその方も同じようなこと言ってるわけですよね。イメージがつかないみたいなね。でも最初からイメージなんかつかないし、だから僕がね、東京を離れる時に、まあこれずっと覚えてることがあって、まあそれをね、クソ、何クソって思ってやってた部分もあるんですけど、東京離れる時にまあ吉谷は辞めることになったと。で、まあ YouTube やってるらしいぞと。で、まあ再生回数少ないけど、なんか分かんないことあれば吉谷に聞いてみればいいんじゃないかみたいに言われたわけですよ。まあ普通に考えたらね、まあ再生回数少なくてね、こんな借金2000万返してね、なんか自由にやるなんか、まあ誰もイメージつかないでしょ。いや僕もイメージつかなかったですよ、ね、だけど結局蓋を開けたら、この再生数で売り上げちゃんと作れてるし、借金も返したし、まあ自由自的にやってますよ。そうだ、僕もイメージできないですよ。だけどとりあえずやってみてね。だってやってダメだったら、本当にダメだったら、まあコンビニで働こうかなと思ってましたからね。働くしかねえなみたいな。うん、いろんなことやりましたよ。まあ今もいろいろやってますけど、その最初からそのなんだろうな、絶対っていうのはみんななんかそういうのを求めるんですよね。その給料いくらもらえるんですかみたいなね。わかります？やったら稼げるんですか？知らねえよみたいな。じゃあそれを言うんだったらね、申し訳ないけどね、時給いくら払いますよっていうとこの世界で生きていくしかないですよ。で僕はその方にも言ったんですけど、借金6000万もあって、まあ、子供さんもいるみたいなんですけど、何人もね。でお金かかるわけじゃないですか。だからまあ無理ですよと。無理だって利子もあるはずなんで、養育費も、まあ、現状の支払い、まあ養育費の子供さんへ の支払いもあるし、生活の資金も必要だし、で借金返済ですよね。もう元本絶対減らないじゃないですか。無理ですよみたいな。だからまあ新しいことやるしかないので、だから久保さんもね、そのじゃあネットでね、じゃあ3年で1億いくらか稼げるっていう イメージが最初からね、塾入った瞬間からあったのかっていうと、ないですよ。ただまあ自己アフリエイトっていう、あ、こういうのがあるんだって知った瞬間、それはイメージできたって言ってましたけど、麻雀店やっててね、コメント書いてる時にね、俺が3年で1億だ稼げるイメージはなかったと思います。あの20時間ライブでね、コメントしてる時にね、3年で1億稼げるというスキーム、ビジネスモデルね、どうやって商品を作って、どうやって売ってって、どういう価格帯でどうクロージングしてとか、そういうビジネススキームだったりとか、やり方とかイメージ絶対できてないですよ。絶対できてない、あのコメント書いてる時ね、久保さんね、コメント書いてる時イメージできました、ね、広島の久保ですみたいな。僕もイメージできないですよ。誰もイメージできないですよ。でもイメージできないことですら、イメージできないことですら人は具現化できるんですよ、やればね。もう一度言いますね、イメージできないことですら やってみれば具現化できることもあるってことですね。誰がね、じゃあ江戸時代ね、江戸時代、まあ江戸時代じゃなくてもいいんですけど、ケネディですよ。ケネディの時代で月に行くぞ言うた瞬間にみんながイメージできました、月に行ってる人類が。まあまあできないですよ。で堀江さんもね、近畿大学の卒業スピーチでね、10年後みんながスマ歩きスマホやってるイメージできる人いましたか、いないでしょ。でもやったんですよ、とりあえず。人類はとりあえず月に挑んでみたんですよ。とりあえずまあケネディが言うからしゃあなしで挑んでみたんです。その結果ね、イメージできないことすら具現化してるわけですよ。
分ね、まあ1000人いたらね、1人いるかいないかじゃないですか、月に行くことをイメージできた人って。そんな映画の話やろみたいなね何大統領言ってくれてんだみたいなね無理に決まってるじゃんって思った人がほぼ9割9分だと思いますよ。だから久保さんこれ新しくないですか、思考は実現化するではなくイメージすらできなくても実現化できるみたいなね、もはや人はイメージできないことも実現化できると、やることによって。これ新しくないですか、これ思考はいらないみたいな、もはややれと、やれば新しい道は開けるっていうのは事実じゃないですか。その方にも言いましたけど、あの今の仕事やってたらね絶対無理だよと。それは無理ですよね、だって給料決まってんだからそう、だからまあとりあえずやれってことですね。僕たちはやれるんですよ、僕たちはやれますね。じゃあその方もね、今回初めてね、そのどう僕がこうここでね20分ぐらい熱弁で喋った理由としては、初めてね YouTube の動画を撮ってね、なんか吉谷さんにあの顔も見せずなんかそのメッセージするのも悪いと思ったんで、ちょっと人生で初めて動画撮ってみてね、仕事の合間ですよ、車の中であの動画撮って20分ぐらい喋って、まあ動画を送ってきたわけですよ。なんでまあ僕もバーって喋りましたけど、 できるんですよ。昔ねできなかったですからね、20年前、スマホもないしインターネットもそんなないしYouTube そもそもないし、今ねやればできるんですよね、環境あんだから、デバイスもあるし環境もあるし。久保さんクロームブック2万円でニヤニヤしてたんですよ僕はね、ほんとね、あの久保さんのニヤニヤがね忘れられないですよね。クロームブック2万で中古で買ってね、何ニヤニヤしてんだみたいなめちゃめちゃ 上から見てましたけどね。そう、言葉悪いですけど下に見てましたからね、クロームブックでニヤニヤしやがって、クロームブックで何ができんねんみたいなねまあできますけど、できるんだけども、なんかそのニヤニヤですよね、なんか俺すげえの手に入れたぞみたいなね2万円のパソコン、もうオンボロのパソコンやろみたいなね今はね、ほんとやれるやつが勝てるというかね、でも多くの人は やれないので、環境もあるデバイスもあるだけどやれないですから、だからずっと手取り14万ですよ。ほんとやったやつだけが分かりますこれは、でもみんな口を揃えて、どうせ俺には無理ですよ、どうせ俺には無理、一部の人間だろうとかね、ねだから逆に言うと人生を変えられない思考の方が発達してんじゃないかなみたいなね。久保さん本当に思考は実現化させてますよね、どうせ俺には無理っていう思考を実現化させてるじゃないですか今、あなたがねもうこれ合ってますね、やっぱね、思考は実現化する、あなたが今の思考で実現化してるでしょ今の現実をみたいな、どうせ俺には無理っていうね、久保さんだからできたんでしょ、吉谷さんだからできたんでしょみたいな、そんなこと言ってっからダメなんですよねやれと。でこんなこと言うとね、じゃあ今度はじゃあやってダメだったら保証してくれるんですかみたいな、億万長者合宿に参加して稼げなかったらなんか保証してくれるんですかみたいな、アホかと、知らねえよみたいな、知らねえだから久保さんも言ってましたけど、じゃあやるとやらないのでね、じゃあやらない未来をどう想像するのか、イメージするのか、やった未来をどう想像するのか、どっちの方が可能性があるのかって話じゃないですか。何も挑戦せずに何か変えられるんですか、変えられます何も新しいこと挑戦せずコンビニの時給1000円のアルバイトを続けて未来は変えられるんですか、ずっとそれしかせず、無理でしょ、無理ですよ。だからこれ YouTuber のヒカルくんも言ってましたけどね、まあ当時工場で働いてる時に考えたわけですよね、俺これずっと働いても無理やなと、こうかやり方変えないと無理、そもそもこの設計に無理があると、工場で働く人生でその成功はありえないと、これ限界があるぞって気づいたわけですよ彼は
でやったわけですよ。でこれはなんだ、ヒカルくんと宮迫さんと YouTube 大学の中田さんのそのなんかその番組なんだっけな、ウィンウィンウィンだったかな、それでヒカルくんが言ってました。ヒカルそれこう言ってたかな、なんかとりあえずね、とりあえずビデオカメラ買ってきて、とりあえずパワープロ映すみたいなね、もうやり方も何もわかんないけど、とりあえずもうすぐビデオカメラ買ってきて、もうテレビ画面を映すみたいな。だからもうすぐ行動ですよね。わかります？だからヒカルくんが成功した理由はすぐ行動できたって話なんですよ。もうシンプルに本質はね。でも多くの人はそのシンプルにすぐ動くっていうことはできないんですよ。ビデオカメラをすぐ買ってきてね、見よう、わかんないけど、やり方わかんないけど、とりあえずね、だからヒカルくんのね、ヒカルズゲームズを見てほしいんですけど、最初の動画っつうのはパワープロ、テレビ画面に映ってるパワープロをビデオカメラでこう映してるだけですからね。今は編集したりテロップ入れたりとかいっぱいいろんなことしてるけれども、一番初期はただそれだけ、顔も出してないです。顔も出してないし、ただパワープロのあれをなんだ映してるだけですよ。そっからスタートですよ。でそっからやりながらやりながら、そう、一つね、そのなんだ、そのウィンウィンの番組で確か言ってたんですけど、そのゲームチャンネルが10万人ぐらいになった時に、なんかね、お祝いでみんなでハンバーガー食うだけのね、なんか動画を撮ったらしいんですよ。でそこでなんか異様になんか反応があったと、コメントがすげえめちゃめちゃあったと。あ、これもしかしてゲームじゃなくてこういう感じでもいけんのかなっていうなんか味を占めたらしいんですよね。ただハンバーガー食ってね、祝ってるだけなんですけど、ただハンバーガー食ってるだけですよ。でなんかイエイみたいな。でそれでコメント異様に多かった。これもしかしたらこれいけんじゃないかみたいな、ゲームチャンネルじゃなくてこういう感じのなんか絵面というかね、これでいけんじゃないかっていうところで、そこでどん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 かぶせてったみたいな話をちょっとしてましたけど、やりながらやりながらこれうまく、あ、これちょっといいんじゃないかっつってまたやって、かぶせてかぶせてかぶせてみたいな。だ久保さんとか僕もそうですよね。久保さんなんかね、去年か給付金、もう給付金動画ね、これもう、お、いけるやんみたいなね、もう給付金動画かぶせにかぶせてましたからね。給付金給付金男ですよ。うまくいったらかぶせるっていうね。でも情報発信のいいところっていうのは、いくらでもテストが0円でできるんですよね。0円でね、いくらでもテストできます、0円で、ね、まあ本当あとはやるかやらないかですね。僕はやりますけどね。僕はもうやり続けますけど、やり続ける。だってお金かかんねえんだもん。お金かかんないもんね、久保さんね。久保さんも多分 YouTube の何、毎月の費用が1000万かかるって言ったらやります？ちょっと僕やんないですね、すいません。でてかやんないというかできない。月1000万、月額サーバー代で1000万必要ですみたいな、ちょっとやらないですね。久保さんやります？やりますか？僕やれないですけど、毎月1000万固定費かかるんだったら。だからね、Google ありがとうですよね、本当に。いやでもね、本当ね、サーバー代すごいと思いますよ、YouTube、Google さん。なんか都市に全部サーバー一角らしいですからね。これからも動画本数はね、世界中で増え続けていくわけですから、それを維持していく、メンテナンスしていく、保持していく。すごいっすよね。だから YouTube 独自のその圧縮技術みたいなのもあるみたいですけどね。まあその技術なかったら無理でしょうね、うん、まあそうは言っても動画は増え続けてますからね。まあ今後だから YouTube が有料化になるかも分かんないですけどね。まあでも1000万にはならないでしょうね。だから月額まあベタでまあ5000円とか1万円ぐらいに落ち着くかなとは思いますけどね。もしその金有料になったとしても、まあベメオっていうね、有料のその動画のあれがまあ月5000円とかね、1万とか2万とかそんぐらいなんですよ。なんでまあ一般でも払える金額に抑えてくるとは思いますけど、多分ね、でもね、無料まあ儲けてるんでね、今 Google は YouTube の広告収入も黒字転換で何兆だったかな、なんかもう上がってるんで、
多分なんとかなると思うんですけど、まあ黒字してますからね。だって僕は思うんですけど、 Google ね、この YouTube っていうのは Google が作ったわけじゃないんですよ。これ知ってんのか、知ってる人知ってます？ YouTube って Google が作ったわけじゃないですからね。あの、あるベンチャー企業が YouTube を作って、でまだ従業員が何名だ、まあ、30名だか20名だから、でその時に Google が買収したんですよ。何百億円で、何百億ドルみたいな、もう当時もう高くすぎる。でもね、 Google はすごいなと思いますよ。当時ね、ここまで YouTube がここまで行くっていうのをイメージして買収していたのかっていうのが、まあ、Facebook もそうですよ。 Facebook も Instagram を従業員10名ぐらいの時に買収してるんですよ。だからFacebook が Instagram 作ったわけじゃないですよ。これもベンチャー企業のどっかが作ったんですよ。でその Facebook が買収してるんですよ。だから、ね、ほんとね、 GAFA って言われる企業はこれは凄まじいなと、まあ、これをイメージして当時の高くな金額で買収してたら、やっぱね、神ですね。まあ一般じゃイメージできないでしょ。いや、ほんとすごいと思います。当時ね、まだネットが微妙な時にね、よくその大金払って買収したな、Google っていう。さすが Google だなっていう思いますけどね。今はもうメインメディアですよ、Google の YouTube は。うん、もう稼ぎ頭っすよね、広告の。あなたは Google ですか？あなたは Google ですか？ Google にはなれない。無理。神ですから。神にはなれない。そんなイメージなんかできないですよ。まあ Google がイメージ、ここまでの爆発的なこの伸びが最終的にね、まああれからもう10年以上、まあ買収してからもう十何年経ったと思うんですけど、ここまでもう認知度を獲得して、ここまで世界中に広まるっていうことを、まあイメージして買収したのかどうかわからない、それはね、幹部の人しか。だけどそれを決断したっていう Google は本当にすごいと思いますし、でも僕たちは Google ではないので、イメージなんかできないですよ。でもね、ここまでどうなんですかね、 Google さんもここまでっていうのはイメージできたのかな。それは神にしかわからないですね。うん、はい、ということでちょっと長々なりましたけど、もうね、スマホあればね、今ね、僕あのこのね、台に置いて、ここに台に置いてね、動画を撮ってるわけなんですけど、もうどこでもできるからね、これね。もう 5G、6G になったら、もうスマホでこれ動画撮っても一撃ですよ。もう数秒で、数秒は言い過ぎか。まあこれ18分ぐらい撮ってるんで、まあ1分あればアップロードできるでしょうね。もう、あの、6G とかになれば。まあ 5G も超早いらしいですけど、まだ 5G も僕体験してないんであれですけど。まあ今後ね、もう本当にね、もう僕の時代になるなと思いますよ。だってスマホで動画撮って、もう秒速でアップロードできるわけですから。いくらでも撮れますよ。本当に。もう無限像に撮りまくってアップロードですよ。ね、久保さんね。僕たちの時代ですね、久保田さん。時代が追いついてきましたね。だから、これからの時代は秒で動く、秒で、もう秒速、もう時代そのものが秒速テクノロジーになってくるわけですよ。もう速度が相当速くなるわけです。だから秒で動ける人が勝てるんです、もう本当に。だってトレンド動画なんかはね、もうヤフーニュース見た瞬間に動画撮ってね、もう1分でアップロードできるんじゃないですかね、久保さんね。ヤフーニュースチェックして、なんか、あ、これおもろいなと思った、あ、これちょっとアクセス集まりそうだなと思ったらね、秒で動画撮って秒でアップロードするわけじゃないですか。もう勝ちですね、これね。ね、久保さんね。いやー、これちょっと 5G デフォルトになるのちょっと楽しみですね。まだ僕 iPhone 11なんで、 iPhone 12は 5G 対応してるんですけど、これ 5G 対応してないんで、まあソフトバンクもね、今全国が 5G 対応するってなんかあの掲げてますけど、まだちょっと 5G 全国も網羅はまだちょっと時間3年ぐらいかかると思うんで、これちょっと楽しみですね、久保さんね。もうワクワクでしかないですよ。だってスマホからもう秒でアップロードできるわけじゃないですか。いやー、ちょっと時代来ますね、マジで。だから秒で動けるやつが勝ちますよ。
本当に。うん、そう、僕はそう思いますけどね。これからの時代はもう環境が本当そうなるので、秒で動けるやつが勝てるっていう、僕はそう思います。あなたはどう思うか分かんないですよね。あなたはいやどうせ私には無理だと思うのか分かんないですけど、まあとりあえず事実としては新しいことをやらない限り新しい未来は訪れないよって話です。どうすか 5G っていう新しいね回線に挑戦しなかったら 5G っていうネットワークはできないんですよ。なんかね、あの一部ではね批判でね、あの電磁波がどうのこうのと 5G 反対テロみたいなね、有害だって言ってる人もいますけどね。でもまあ 5G はデフォルトになるでしょ、 6G になるでしょ、7G になるでしょ。やばいっす。え、これからじゃあ回線が遅くなるという想定はするんですか？これからネット回線がどんどん重くなる、遅くなるというイメージはできるんですか？すいません、それはできないですね、僕は。それはできない。もう速くなる一方ですよね。とにかく倍速、とにかく倍速で速くなっていく。デバイスもどんどん、もう CPU もどんどん進化していく。もはやもうここにね、人間にもチップ入れる時代がデフォルトになりますから。まあ今もね、どっかの国だったらもうデフォルトに普通にチップ入れてる国もありますからね、でピンみたいな。だこれもデフォルトになってきますからね。もう人間とあのテクノロジーの融合ですもん。まあそれはいろんなそのなんだ、人的ななんとかなんちゃらのね、なんかそういうのもあるので、まあ倍速で広まるっていうことはちょっと難しいかもしれないですけども、だってまあこれね、本当ね、ちょっとあれですけど、国ってね、まああのなんだっけな、あの住民ナンバーなんだっけな、なんとかナンバーって出たじゃないですか。国って国民を管理したいんですよ。え、そうじゃないですか。国って国民を管理したいし、会社っていうのは社員を管理したいんですよ。だって管理しなかったらもうぐちゃぐちゃになるじゃないですか。だから国っていうのは人を、国民を管理したいんです、そもそも設計としては。だっていろんなことやったら、まあその犯罪とかも起きるわけじゃないですか。それも管理してるわけですよ、警察を作ってね、あと法律を作って。だから管理 したいんですよ。じゃあこれチップ入れたら絶対管理できるじゃないですかね。どうすか、チップ入れたら管理できるじゃないですか。もはやここに入れてるか、その住民ナンバーみたいな感じで管理したいのかっていう話で、だ絶対こっちの方がもういいんで。だから生まれた瞬間チップ入れ、だから国がね、もしかしたらもう生まれた瞬間このマイクロも 0.0 ミクロのなんかチップ入れないとダメみたいなっていう時代になるかもしれないですし、てかなると思いますよ、逆にそれを、そのチップを入れることによって、その例えばなんだろうな、まあ、国がそれを斡旋するんであるならば、あのそのチップを入れた子供はじゃ あの高校まで全部授業料免除しますっつってね、ね、高校まで授業料全部免除です、チップ入れたらっつってね。でも結局にチップ入れなかったら自分で払ってくれみたいなね。多分そうしたらね、多分広まると思いますけどね、うん、まあどこまで国がその関与してくるかによりますけど、まあ僕が生きてる間にそれが実現するかどうかわかんないですけど、多分そのうちそうなりますよ。だってそっちの方があの効率がめちゃくちゃいいので。しかも犯罪、だってチップ入れて犯罪歴とかも全部ここのデータにもう記憶されるわけじゃないですか。もうね、だからその人の、だから誰かが言ったんだけど、その人のポイントみたいなね、ポイント制みたいなね、その人間ポイントみたいな。だからそのお店入る時もそのチップがね、この人はなんか犯罪履歴を犯したからポイントがマイナスみたいな、でポイントいい人しか来店できないみたいなね。もはやアマゾン GO じゃなくて人間 GO ですよ、人間 GO です。いやこれマジで来ますからね。信じるか信じないかはあなた次第。いってらっしゃい。